わあ、逃げろ。待て。へえ、なんだこりゃ。3時のおやつの時間だ。あれ、僕が食べようと思ってたお菓子がどこにもないぞ。どこに行ったんだ。ん、これは何かの車の跡みたいだな。これは犯人の手がかりに違いない。犯人はこの中にいるはずだ。よし、まずはトーマスからだ。トーマスを、よいしょっと。トーマスじゃないみたいだ。次はメーターだ。メーターも違うみたいだ。こんな形のはずなんだけどな。今度はトラックさんだ。トラックさんでもないみたいだな。ミスフリッターでもないな。残るはこの3人だ。よし、今度はシェリフ。マックイーン、僕が君のお菓子を食べるわけないじゃないか。よいしょっと。あれ、シェリフ、ぴったりだぞ。シェリフ、どういうことなんだ。はっはっは、楽しいな。ん、あれは美味しそうなお菓子だ。それー、うわー、いてて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 、誰のかわかんないけど、いただきます。バレてしまったらしょうがない。逃げろー。あー、セリフ、待てー。いやっー、バックインめ、どこまで追ってくるんだ。待てー、セリフ、許さないぞー。よし、ここに逃げよう。どこに入ろうかな。この緑色の扉にしよう。よし、ここに隠れるぞ。シェリフめ、どっかに入ったみたいだぞ。一つ一つ開けていくぞ。まずは紫色の扉から。うわ、恐竜が入ってた。今度は青色の扉、パーシーが入ってたよ。んー、もう朝かい。パーシー、寝ぼけてるぞ。今度はオレンジ色の扉。うわ、ヘビだ。青色の扉には郵便車。わ、シェリフは緑色の扉に入ってったよ。逃げろー。待てー。びっくりした。マックイメ、しつこいやつだ。今度はエレベーターで上に上がっていくよ。よーし、来た来た。それじゃあねー。一歩遅かったか。よーし、シェリフはこっから降りてくるだろうから、スライムを仕掛けるぞ。ドロ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 ー。わあ、よし、これでオッケー。まったくもう、マックイメ、お菓子のことぐらいでそんなに怒るなよ。ふんふん。だけどやっと追ってこなくなったな。一気に逃げるぞ。やっほー。うわあ、なんだこりゃ、スライムじゃないか。いやあ。シェリフ、やっと捕まえたぞ。ダメじゃないか。へえ、ごめんなさーい。助けてー。やっほー。ふん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 。あ、やあ、シェリフじゃないか。わ、ちょっとシェリフ、痛いよ。マックイーン、通れないじゃないか。ちょっと下がってくれよ。なんだよ、シェリフ、勝手なこと言って。よーし、それー。はっはっは、どうだ、僕のジャンプはすごいだろう。よーし、気を取り直して遊びに行くぞ。じゃあねー、シェリフ。うわわわ、なんだこの先は、危ない、落ちるぞ。わー、ダメだー。ひえー、落ちちゃった。わあ、誰か助けてー。わあ、どうしたんだい、マックイーン。こんなところに勝手に一人で落ちて。さっき僕をバカにした罰だね。はっはっは、じゃあねー。マックイーン、大丈夫かい。あ、メーターが助けに来てくれたよ。わわわわ、メーター、僕が見えてないのか。うわー、ん、誰か何か言ったかい。うわー、体が錆びちゃうよー。よし、マックイーンを助けるぞ。うわー、メーター、ありがとう。よーし、マックイーン、ちょっと待っててね。
よし、これで準備完了だ。おおこのクレーンでマックインを引き上げるぞ。マックインに引っ掛けて、よいしょよいしょ。うわあ、すごいパワーだ。ありがとう、助かったよ。おおうわあ、メーター、早く僕も助けておくれ。よし、マックインを家まで送っていこう。わあ、ちょっと待って、僕を置いていかないで。いやっほー、今度は大きいウィルソンがやってきたよ。中には働く車たちがたくさん入ってるよ。よし、みんなで滑り台で遊ぶよ。これはコンクリートミキサー車だ。今度は屋台がやってきたよ。いやっほー、今度はゴミ収集車くんだ。キャッホー、お次はダンプカー。それー、今度は金色のダンプカーだよ。次はタクシーだね。ウィーン、真っ赤な消防車に郵便車もやってきたよ。すごいスピードだ。メーターもやってきたよ。キャッフー、ショベルカーくんはうまく滑れるのか。わわわわ、パトカーは2台で滑るよ。キャーキャー、最後はみんな一気に行くよ。それいやっほー、よーし、僕も行くぞ。それー、いやー、なんて急な下り坂なんだ。よーし、僕も一気に行くぞ。それー、わー、なんてこったー、パーシー。うわー、助けておくれー。トーマス、大丈夫か。今助けるぞ。ひゃー、よし、隣の町までみんなで行くぞ。うわー、いきなりなんて下り坂だ。ヒロもパーシーもすごいスピードで降りていくぞ。あー、ひえー、ふう、やっと平らな道に来たぞ。トンネルがあるよ。いやー、さっきはどうなることかと思ったよ。なんだか変な音が聞こえるな。ん？パーシー、危ないぞ。石が落ちてくるぞ。なんだって、ひえー、うわー、なんだこりゃー、助けてー。トーマスも危ないぞ。うわー、うわー、ヒロの上にも石がたくさん降ってきたぞ。助けてー、誰かヒロを助けてやってくれ。俺様はゴードンだ。あ、ゴードンがヒロを助けてるよ。ゴードン、ありがとう。一体なんでこんなに石が落ちてくるんだ。危ないぞ。よーし、今日も工事楽しいな。あ、ショベルカーが石をたくさん運んでるぞ。これが下に落ちてきたんだ。やっほー、バリバリ働くぞ。みんな怪我がなくてよかった。今度は踏切にやってきたぞ。よーし、踏切はうまく渡れたぞ。わー、今度はこんなところに橋があるよ。今にも落ちそうじゃないか。なんで僕が先頭なんだ。うわー、すごく怖いよ。パーシー、上手に渡っているぞ。今度は私か。怖い。ヒロも怖がりながらなんとか渡っているよ。よーし、最後は僕か。行くぞ、出発。うわー、止まっちゃったよ。誰か助けてくれ。トーマス、大ピンチだ。わあ、トーマス大丈夫かい。トーマス、私が助けるよ。トーマス、俺様が助けてやるよ。それー、わあ、みんなが一気に乗るから橋が壊れちゃうよ。みんな大ピンチだ。おお、みんな何やってるんだい、楽しそうじゃないか。
ゴミ収集車くん、今起きちゃダメだ。あーヒロー、僕もそっちに行ってもいいかな。いやーわーわわわ、橋が壊れるぞ。うわー、みんな一気に落ちちゃったぞ。大丈夫か。みんな、なんとか無事みたいだ。トーマスは大丈夫なのか。僕もなんとか無事だったよ。あ、トーマス、無事でよかった。よーし、この坂を登ったら、隣の町までやっと到着だ。トーマスも、パーシーも、ヒロも、ゴードンも、今日もいっぱい働いたぞ。最後にトーマスたちの事故を見ながらお別れだよ。今日の動画はどうだったかな。楽しいと思ってくれた人は、次の動画もまた見てね。チャンネル登録もよろしく。